ふんばき家族みなさま、こんにちは。ふんばきです。ふんばきチャンネルは韓国人、저는한국인입니다。韓国人が韓国コスメを成分分析し、成分よく効果のある韓国コスメを伝えるチャンネルです。まだ小さい効果を感じれるスキンケアラインと韓国カラーコスメも伝えています。スキンケアは口コミではありません。コスメは成分です。もう口コミで失敗するスキンケアはやめて、成分を見て選びましょう。家族皆様こんばんは、ふんばきです。今日は2021年下半期ベストコスメを伝えます。もう下半期になりました。今年の1年もふんばき家族と楽しくふんばきチャンネルを盛り上げることができ、家族にとっても感謝しております。ありがとうございます。2021年の残りも楽しく過ごしましょう。では化粧水から紹介していきます。2021年下半期ベスト化粧水はフラッチュです。共同1位でリアルバリアエクストリウムトーナーです。まず小さいの角質層細胞間脂質向上とリアルバリアエメリ細胞間脂質向上を比較した写真を見てもらいたいです。左は小さい人の細胞間脂質向上、右がエメリ細胞間脂質向上、ほぼ一緒であることがわかります。エメリはリアルバリア特許技術です。皮膚細胞間脂質はセラミドコレステロール脂肪酸で構成されてます。この3つをきちんと塗ることがとっても大事です。リアルバリアはこの3つの成分を利用し、小さい私たちの肌と同じく再現してます。一つを塗ってもきちんとしたものを塗ってもらいたいのがふんばきの考えです。エメリ技術が詰まった化粧水ですので本当に良いです。まだこのトーナーを秋冬におすすめする理由は、油水分バランスがきちんと合うように成分を入れてるからです。肌の油水分バランスが合わないとしっとりとした肌にはなりません。乾燥肌、敏感肌、油水分バランスが合わない方にぜひおすすめするトーナーです。では使用感です。とろっとした液体が入って塗りますと、肌はしっとりしますがベタつき感は一切ないトーナーです。香りは花の爽やかな香りがします。次に共同1位化粧水はアイオペバイオコンディショニングエッセンスです。アイオペ独自のバイオリドスが 92.5% 配合されてます。酵素を培養して得たエキスです。バイオリドスとは、私たちは年を取ることに皮膚活性酵素が減っていきます。皮膚活性酵素であるチオレドキシンと同じく作ったのがバイオコンディショニングエッセンスです。強い抗酸化作用をしますので老化防止につながります。まだ酵素ですので、酵素が良い理由を説明しますと、発酵過程で微生物が本当に分子を細かく砕いているので肌への吸収力が断然高くなります。まだ酵素にはタンパク質、アミノ酸、ビタミン B 群が豊富なので、タンパク質はコラーゲン合成を促進させて、アミノ酸は肌の天然保湿因子成分です。まだビタミン群は肌を明るくしてくれます。アイオペのベストセーラー商品ですので、ぜひ参考にしてください。では使用感です。さっぱり系よりはしっとり系の液体が入って塗りますと、肌が本当にしっとりします。ベタつき感はないです。香りもなく、塗るうちに肌が滑らかになって肌のトーンも明るくなりますので、ぜひ感じてもらいたいです。
次は下半期ベスト美容液です。一つ目はミシャタイムレボリューションナイトリペアアンプルコエクスです。エスティローダーアドバンスナイトリペアセラムと似てることで韓国ではとっても有名になってるアンプルです。しかしエスティローダーのアドバンスナイトリペアセラムは多数の PG 配合やこういった色を出すために黒色504号、黄色4号と色素まで入れてますので、私はミシャの方が断然良いと思っています。このアンプルは鎮静、肌バリア強化、美白、シワ改善機能性アンプルです。ミシャが作った発酵技術、発酵アンチエイジング成分をエクストリウムバイオムと言います。エクストリウムバイオムとは発酵成分11種を細かくリポソーム化して77.2% 配合してます。それをエクストリウムバイオムと言います。樹脂になっている発酵物はビフィダ発酵溶解物、ラクトバチルスが樹脂になってます。ビフィダ発酵溶解物ラクトバチルスが私たち肌に良い理由はタンパク質、乳糖、乳酸、ビタミン、その他の鉱物が豊富に関与しており、肌のアレルギー反応を減少させ、ビタミン類の皮膚吸収力も増加させてくれます。発酵過程で様々なビタミンを構成して肌の美白効果と肌の免疫を刺激して抵抗力も高めてくれます。まだアトピー性皮膚炎の予防効果と古い角質緩和、保湿力も高めてくれます。それに紫外線により壊れた免疫システムを回復させ、紫外線による老化から肌を守ってくれます。他にもストレスなどの有害な環境のために荒く弱った肌の健康管理、肌の弾力性、保湿効果、肌バリア機能を高めてくれます。リスクはほぼなく、得ることばかりであるのがビフィダバイオ溶解物とラクトバチルスです。発酵成分もアンチエイジング成分ですので、ぜひ参考にしてください。では使用感です。この色は色素の色ではなく原料の色です。とろっとした液体が入って塗りますととってもしっとりします。しっとりするけれどベタつきのない美容液です。香りはスッとする香りがほのかにします。下半期ベスト美容液2つ目は豆乳液です。この豆乳液はアクアポーリン技術が詰まった豆乳液です。私とボナジュルとコラボした商品だから良いと言ってるわけは 1% もないです。本当にたくさんのプンバキ家族が使って良さを 100% 分かってもらってる豆乳液です。本当に良い理由はアクアポーリン、角質層に存在する水分中炉を活性化させる豆乳液です。水分中炉のことをアクアポリンと言います。では角質層に存在する水分中炉について説明します。このブースター導入液はスキンケアの一番最初に塗ります。この導入液を塗った後に化粧水、マスク、美容液、クリームを塗ります。その理由はこの導入液を先に塗っていることでアクアポリン、角質層に存在する水分中炉が活性化されますので、すぐに塗る化粧水、美容液、クリームの吸収が高まります。pH も弱酸性ですので、純正トーナーを購入しなくても良いようになりました。純正トーナーの成分よりもっともっとよく作ってます。次に肌がきちんと鎮静できるように、歯科成分もしっかりと入れてます。樹木サエキスはエキスで配合してますが、歯科の4つの重要な成分、マデカソシド、マデカシン酸、アジアティコサイド、アシアチン酸は成分前に粉末で配合してます。ですので、肌鎮静もきちんとできます。では、使用感です。
少しとろみのある液体が入って塗りますとベタつき感はないけれど肌をしっとりさせてくれる豆乳液です。香りはほのかに甘い香りがします。下半期ベスト美容液3つ目は OGI ウォーターリッチピュアセラムです。ホオバオイルが主成分で有機のホオバオイルが 9% サボテンエキスが 1% 配合され、ホオバオイルとサボテンエキスはキャプセル化して配合してます。こういう風に小さいキャプセルがたくさん見えると思います。3000個ぐらいのキャプセルが入ってます。主成分がホオバオイルですが、オイル特有のベタつき感がないので本当に使用しやすいです。一般的に化粧品を洗浄するときは水とオイルを混ぜるときは高温70度から80度で約1時間加熱して作りますが、この化粧品は高温で加熱せずにキャプセル化して入れてますので、ホオバオイルの栄養をそのまま得ることができます。ではホオバオイルについて説明します。ホオバオイルはまず毛穴を塞がないオイルです。ホオバオイルは肌の水分が蒸発しないようにする役割をし、保湿にもとっても良いオイルです。アトピー用な皮膚乾燥症を持つ方にも良いです。まだホオバオイルにはビタミン A、E、C と脂肪酸も含まれて強力な抗酸化剤が豊富です。このような成分は弾力低下でできたシワと老化予防に効果的です。次にコラーゲン合成にも関与しますので、先ほど言いましたシワ改善にとっても良いのがホオバオイルです。それにビタミン E が豊富なので傷治療にも効果的です。本当に良いことを尽くして肌に良い作用をするのがホオバオイルです。ホオバオイルは皮脂分泌調整作用もしますので、ニキビ肌、脂性肌にも良いです。そのホオバオイルがたっぷり入って、まだホオバオイル他にも 1% のサボテンエキスが配合されてます。サボテンエキスは天然保湿因子であるアミノ酸が20種、ビタミン C が12種、ミネラルも10種など肌に良い栄養素がたっぷりです。ホオバオイル、サボテンエキス以外にもナヤシアミド、アデノシンが配合されて美白シワ改善機能性化粧品です。それに肌浸透力の良い天然保湿因子成分ベタイン、トレハロース、角質層保湿に良いコラゲン、角質層強化成分パンテノル、天然保湿因子成分であるアルギリンも配合されてます。グリチルニチル酸日系も配合されてますので、荒れた肌を滑らかにしてくれます。では使用感です。とろっとした液体が入って塗りますとオイルだからとってもベタつくかなと思うかもしれないですが、塗りますと全然ベタつきなく肌がしっとりします。塗った後は肌がサラッとしますので使用感とっても良いです。香りはないです。次は下半期ベストクリームです。2つを選びました。プンバキ家族は思いつくと思いますが、1つ目はリアルバリアエクストリウムクリームです。リアルバリア商品の中でも一番人気商品で、韓国では本当にたくさん売れてるベストセーラークリームです。このクリームはリアルバリアエメリ技術が詰まったクリームです。エメリについては先ほど伝えた通りです。肌に存在する成分を同じ工場で肌に塗るわけですから、肌に負担なくきちんと保湿ができます。敏感肌にも超乾燥肌にもとっても良いクリームですので参考にしてください。では使用感です。少し固めに見えるクリームが入ってますが、塗りますと伸びも良く使うのに硬くはないです。全般的に塗りますと肌がしっとりもっちりになります。香りはないです。肌の乾燥が悩みの方にはぜひおすすめするクリームです。
もう一つの下半期ベストクリームはエストラアトバリア365クリームです。角質層に存在する角質細胞の間にはラメラ構造になってます。このラメラ構造を再現したクリームがエストラアトバリア365クリームです。肌にもっともっと存在するラメラ構造成分を塗ることで敏感反応出ずに保湿ができ角質層も強くなります。エストラ特許もリアルバリやエメリー特許も結局角質層細胞間脂質成分をクリーム化してますので言ってることは同じです。ですので塗り感保湿力で選んだら良いです。保湿力もかなり似ていてリアルバリアの方が保湿力が少し高めです。両乾燥に適してアトピーを持つ肌にも良いです。ではエストラの塗り感です。固めに見えるクリームが入って伸ばしますと中に白い粒が見えると思います。この白い粒をきちんと溶かして塗るのがポイントです。塗りますとベタつき感はないですが本当に肌がしっとりするクリームです。香りはないです。次は下半期ベストマスクです。本当によくできたミゴハラとプンバキのマスクです。完璧すぎるというコメントやレビューをたくさんいただき本当に作ってよかったと思っております。市場でここまで用意したマスクは本当に手に入れにくいです。このマスクはまず美白です。美白ではナヤシアミドを 2% とアルブチンを交配合しました。ナヤシアミドはメラノサイドからメラニン色素が肌表面に上がってくるのを防いでくれます。まだコラーゲン生成促進機能とシワ改善機能があります。次にアルブチンを交配合してますがメラニン生成を抑制し肌のトーンを明るくし乾板に良いです。次に弾力ペプチドが6種類も配合されてます。最後に配合しているのは鎮静成分です。樹木酢エキスと歯科の4つの鎮静成分マデカソシド、マデカシン酸、アジアティコサイド、アシアチン酸をきちんと配合してもう一つ鎮静特許エキス、ヤグルマキック花エキスも配合してます。シトも竹繊維でできたシトです。成分も有効成分中心で必要ではない成分は一切入れてないです。本当に完璧すぎるマスクです。では使用感です。中にピンセットもきちんと入って中札もあります。貼りますと肌にピタッと貼り付くマスクでベタつき感もなく肌をしっとり滑らかにして使ううちに肌のトーンが明るくなるマスクです。香りは爽やかな花の香りがします。ここまでが下半期ベストコスメです。上半期ベストコスメも本当に良い商品を選んでますのでぜひ参考にしてください。ではこの動画が参考になった方少しでも良いなと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。では次の動画で会いましょう。